見る。店長に、はい、昇格させてください。昇進されたんですか。はい、そうです。わあ、店舗で。そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、店長になるべくしてなんだ店長じゃないんで私が日頃真面目に過ごしたのをちゃんと引き上げてもらっただけなんで、はい、私はもうまだまだ勉強中でございます。孫さん、トモコテンパってます。店長ぶった顔で僕の返答を返してきます。トモコ、はい、分かったわ。もう店長だもん、分かったわ。な、もう分かった。テンパってます。なんかもう返事の仕方がさ、キリッとすんなよ。どういう基準でこう昇進が決まるんですか。女の子の声とお客様からの評価、もうそれに打ち尽きるんですよ。お客さんに求められる仕事ですし、女の子に求められる仕事がクロックじゃないですか。トモコが席に座ってくれる、それでお客さんが喜んでくれる。ただ僕が少し怖かったのが、やっぱり YouTube っていうもので、今まで当たったことのないスポットライトが当たったことで、彼女自身が勘違いしないかっていうことだけは怖かったんですけど、彼女がちゃんと自分をコントロールした中で、女の子に対してお客さんに対してその勘違いなく挑めて表現できたから店長になったって思ってます。他にも店長が2人いるんで、おたけちゃん、竹村です。はい、エースに4年間勤務されて、もう私と私も真逆ですね。言ったら席回りさせてもらってるんですよ。店長もめっちゃ業務していただいてるんで、よろしくお願いします。でもう一人店長です。店長も店長だったんですか。はい、店長だったんですか。そうです。店長もおめでとうございます。わー、かっこいい。名前書くのはただって聞いたんで。うちらが細かくないんで、細かい部分を支えていただいてます。はい。じゃあ、おめでとうございます。藤崎の方から。はい、おめでとうございます。ありが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 とうございます。すいません。ありがとうございます。冷蔵庫おめでとうございます。いろいろあると思いますけど、2人の社長を信用して信頼してやっていただけば、ほら笑顔でいけると思いますんで頑張ってください。ありがとうございます。本邦初公開、レイズの代表草本代表です。ありがとうございます。大丈夫ですか。松本さんと同じぐらいの立ち位置。あ、もちろんでございます。はい、若くないですか。なんと30歳ですね。代表。はい、30になりました。もう30歳。はい、30歳で代表ってめちゃくちゃ出世コースってこと。あ、ものすごく。だって代表がだってまだ普通の人の時から私知ってましたもんね。そうですね、もう大先輩。やめてください。私はもう酔っ払ってトミーとか言って一緒に飲もうとかって朝方5時ぐらいによく絡んでた相手が、はい、現在の草本代表です。帰らせてくださいって言ってました。すいません。時計これですか。いや、これは綾田社長からもらったんですよ。はい、なんていう時計なんですか。ヨットマスター2ってやつですね。ベッカムと一緒です。ベッカム、ベッカム、世界のベッカム様。ベッカムと一緒。これちょっと年代分かれるな、ちょっと。ベッカム、いや、ね、どれがいいとか言われて、めっちゃアイス。ああ、いえ、プリンセス、プリンセス。やっぱシワシワなってんの。これで出勤してるんですか、君香さん。かわいい、かわいいでしょ。かわいい。今日はアイアンプリンセス。君香さん出勤しました。ちょっとだけだ。めっちゃ体重減った。そうですね、なんか、まあ、この世の終わりぐらい疲れてる。
結構長かったんですね。長かったね。なんか11月か10月ぐらいから聞いた気がしますけどね、新店オープンすると。2年前からやったな。あ、本当2年前から決まってたんだ。ここをちゃんとずらして、ここだけ開けて、ここ開けたことによって、ここに下げ物を集めて、こっから誰かが引き上げる形のスタッフを作っていこう。このマウスより 1.5 倍以上は広い感じしますね。広いかもしれないですね。今多分全体的に140坪ぐらい裏も合わせてあるんで。実際ランチさんとどのぐらい違うんですか、広さ。2倍ぐらいするかもしれないですね、下手し 1.5 から2。まあ、さっき俺もそうやし、やっぱ竹もそうやし、お願いしますって言った時にさ、そこのちょっと反応がちょっと早くしてほしいなっていう。はい、うん、そっちの言うこと聞く。以上、はい、パワー。いや、おばあじゃない。あお前はえ、姫ちゃんそんなんできる。冷蔵庫ということで3名いただきました。アディオース。改めましてありがとうございます。今日はほんまにいただきます。これ魔法に魔法が叶うんですよ。こうやってこすったらレイズがこれからもますます発展しますよ。ソファブラック。ありがとうございます。レイズオープンということで、サマリーサーメンブラックいただきました。イエーイ。カルマンドのブランドブラいただきました。ありがとうございます。落ち着いたらもう。大好きなさんからサーメンいただきました。はい、なんとなんとブルーバックブランドマン一撃10万いただきました。やばすぎて、やばい。いただきます。ありがとうございます。すいません、ちょっと音量おめでとうございます。オープンでございます。アルバンド新号機いただきました。オーケー。太郎なんとなんと2本目いただきました。やったろけ、久しぶりに。だから前に寄った
ありがとう。マジで。たまたますごいすごいタイミングで。ねえ、何飲んでんの？ハイボール。ハイボール。どうする？頼む？ハイボールだ。ハイボールだ。お願いします。ゲストハイボール。めっちゃ飲むやん。それ絶対瓶の方が良かった。はいはいはい。瓶の？場内もらえますか？え、イエーイ。イエーイ。あれだっておばちゃんやん。そうよね、昔から。昔から。うん。なんかやっぱブリッコするキャラじゃないよね。なんかブリッコするキャラじゃないよね。そうやね。このまんま。でも見た目ブリッコそうじゃない。そんな。言われるんやけどよく。喋ったら雰囲気違ったみたいな。僕は。一本だけ。何を一本なの？シャンパン。いや、ちゃんと飲まへんってしんどいから。マルキが飲む。でもいい。飲むそういうのせい。なんで？バイルから。なんか。いや、あかん。なんでな？飲むにあかんやん。じゃあ、あれ、普通に、あの、ハイボール一杯ずつ頼むんじゃなくて、ボトルだけ頼もうよ。マジで、早く飲んだわ。明日、明後日あるやん。一人で来ないか。もしかしたら行くとこなくなって行かないとってなるかもしれない。なんでなん？うん、してる。大阪。でも今日一日目やねん。あ、じゃあなんか頼むわ。これで瓶が嫌なんやな。シャンパンは今日限りやん。これで飲むわ。サヤさんも一緒にもらった。あ、それはいける。一杯やもん。両方ハイボール頼んでるの。え、両方ハイボール頼んでる。頼んでると思うよ、多分。そう、ごめんな。ハイボール頼んでるやな。お願いします。あ、ちゃうわ、ピン。そう、全然こうへんやんな。だから瓶やったらいいのにって思ったのに。まあ、ええよ、ええよ、ええよ。上の電話する。じゃあ、明日も電話するわ。電話して。ワンチャン。ワンチャン期待して。もう、あの、無理に呼ぼうとかはしやんから、ワンチャン期待して。なんでの？葉月の方が楽しいやろって言って電話するわ。明日のちょうどこのぐらいの時間に。今日はいいな、このぐらいの時間ないわ。電話する、絶対。明日も明後日も電話するわ。なんなら土曜日も電話するわ。この辺の子より葉月の方が良くないって言って電話する。ほんで顔立ててくれて、神様。顔立ててくれてるよ、十分。だって開けるつもりなかったわけや。それをさ、わざわざ開けてくれてるわけや。マジでかっこいい。ほんまにありがとう。テンションマックス。早くしてほしい。急いでるやんな。え、いいの？やった。あ、それはい
やもんね。そう、成功いたしました。ありがとう、やったー。めっちゃイケメンちゃう。もうイケメンやもん。ありがとう、やったー。グラスないわ、うん、とシャンパンアイスと、やったー。イケメンならいただきました。ありがとうございます。バイバイ。楽しい。やったすいません、失礼いたします。次ポンさんのとこ、すいません、すいません、本当にすいません、ちょっと最後ちゃんとしっかりやるんで、すいません。ナポールやれって、な、俺なんて言うの、ナポール名式、な、お前何やってんの。ちょっと楽観的すぎるわ。はい、わかりました。